月見とか。あ、何がいい？肉もあるから肉うどんもできる。悪くなっちゃう、使わないと。いや、まあ別に大丈夫だと思うけど。大丈夫、じゃあ普通のでいい。普通のでいい。卵落とす感じですか？ああ、わかりました。じゃあ月見ね。わかりました。ゆず入れても美味しいんじゃない？ゆずあるよ。ああ、ゆずはないな。どうする？ゆずこれやる？ああ、まあこれ使わないとです、これ。じゃあハサミっていうか包丁か。どうなんだ、あのさ、伸びちゃうと美味しくないんで、うん、もうすぐ食べれるようにしてくださいね。じゃあせっかく作るの。遠慮していいかい？あ、いいっすよ。結構弱ってるからよ、私も。すぐ食べれるようにしてくださいね。はい、あの美味しくなくなっちゃうから。僕も食べるんで、2つ作ります。悪いよね、勉強してくるからよ。今日はね、いろいろやってたから。シゴが洗ってきた自分の会さ、あいから自分で畳めばいいんだよ、暇があるんだから。じゃあ、柚子の皮をまず切りますか。だから出すんだ。新聞やピンポンが鳴ると寂しいんだよ。ちょっと柚子の皮を切ります。あ、柚子ってどうやって切ればいいんだろう。わ、すごい、柚子の香りがすごい。こうやって切ればいいのか。どうしよう、これまな板使ったらうるさいのかな。普通まな板やんないとこれ切れないよね。どうしたらいいんだろう。何？まな板ないとこれ。いいよ、私が切るよ、言って。置いとけばいいよ。まな板がないと。ここの上で切るじゃん、しょうがない。私が切るから言うわ。もうそのままにしといて。あ、大丈夫です、切ってるんで。まな板使っちゃうよ。まな板使っちゃうだとか難しい注文をねしてくる人なんでね。あ、柚子のいい香りやな。ちょっと袋切れちゃったけど、まあいいか。よくしょっと大変なんだよ、私に来てるのは。本当に嘘じゃん。
私が切るよ。まな板使わないでね。昨日片付けに随分かかったから。これでおしんこ買っといたんだよ。おしんこ切ったりしてたから。昨日寝たのは5時半だよ。5時だ、5時半。今までで最高にあれ遅かった。5時半だよ。もうダメだね。これじゃあもう私も5時半だよ、昨日寝たの。すごいね、5時半ってのはきついね。自分で鼻板使いたいんだけど。5時半はきついで。嘘じゃなく、もう終わりだなと思った。自分が5時半はきつい。はっきり言ってね。ああ困ったな。ビニールがね、困ったな。いやビニールどこにあるねえ。まあとりあえずいいか、このまま置いとくか。しょうがねえもんな。しょうがねえや、ビニールが劣化ねえや。こんなもんでいいか。いや、とりあえずここのとこしょうがねえから。ちょっと太いけどもいいか。これはきついね。本当に自分がもうどうしていいか分かんなくなっちゃった今、自分自身が本当に。まあいいか、こんなもん。ちょっと太いけどね。ああ、遅い。すごいですよ。正直誰もかなくて悲しくなる。ああすごいや。ああすごいね。もう自分が動けねえときついわ。よいしょ。生きてるんだ。わ、すぐ食べれるんですか。はい。すぐ食べれるんですか。ああ。本当ですか。ちょ、まだちょっと待って。すぐ食べれないの？まだちょっとね。で、すぐ食べないと、あの、ふやけて美味しくないですから、あの、伸びて。ちょっと今ね。私、ちょっと待ってね。じゃ、すぐ食べれないの？お？すぐ食べれないの、うどん。食えるけど、ちょっと待ってね。じゃ、じゃあ作っちゃうよ。なんで10分かかるんですか。尿パッドやるんだよ、おめむっちゃうから、ね、あ、そう夜むっちゃうんだよ、あんた起きると自分は危ないよ。だけど今夜寝るんだよ、また寝るでしょ、今夜酔いじゃねえんだよ、年取ると年取ってるからじゃねえんだよ、まだ無駄だけどさ。でもさ、どうしよう、入るかな、これ3玉で、3玉で 1.5、1.5 ずつ入るかな、これどうだろう、微妙な。 1.5 なんていらねえで。いや、俺が腹減ってるんですよね。1玉で十分だよ。まあいや、とりあえず1玉にしとくか。もう絶対足んないと思うんだけど、これやっとかないとね。入るか、うん、大変なんだよ。もうね、腰が曲がってるからね、おちいこがむるんで、起きるとき夜やっとかないと困るね。こうなったら人間終わりだと思う。じゃあ、はい、作っちゃいます。だから全部ね、わら、どうすか、あと何分ぐらいですか。あと10分、あと10分だな。さっきから変わってないやん、10分って。いや、パンツをくっつけてんだよ、パンツに。今夜蒸らしたら困るんだよ。イブトケやってかねえよ。イブトケ必要ねえから、別に。あ、夜が大変なんだよ。起きるとき。今やってんの、それ。今やってる。じゃあもうそうそう、作って10分はかかんない気がするんだよね、うどんなんて。あ、作るんだ。うん、作りに10分かかんない。かかんないでしょ、普通に考えて。じゃあいいよ、作って、もうできるよ。あ、でもとりあえず沸騰させるまであれか、時間かかるか。まず沸騰させちゃおう。
吹っ飛ぶまだ時間があるのか。こんな親が生きててもしょうがねえと思うんだよな。もう本当に。はい、うどん作っております。パンツあげるんだよ、許したねえな。パンツも一人であげられなくなっちゃう。新聞屋が来て困ったよ、あんた。おパンチュ、おパパパ、おパンチュ、うさぎ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。何言ってんの、あんた。っていうのがあるんですよ。おパンチュなんだ、履きたかねえよ。おパンチュ、おパパパ、おパンチュ、おパンチュ、うさぎ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。しんぼ悪いけどさ、後でお前掃除かけてよ。はい、すごいかな。はい、もうどうしようもない。さ、もう食えるんすか、すぐ。ああ、もう食べれるの、すぐ。もう来たんだよ、告知。すぐ食べれるんですか。ちょっと待ってよ。ああ、もう食べれるの、すぐ。食えるよ。あ、もう履いたの。履いたよ、サボ。用事は終わったの。ああ、用事は終わったんですか。用事は終わんねえけど、やだよもう。何を言ってるか分かんないです。あやるのあれだよ、ズボンとかおぷって。終わったんだよ、だ手洗いなさいよ。 おパンチュ、おパパパ、おパンチュ、おうさぎ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。おパンチュ履いたら手洗ってください、汚いから。ああ、ちょっとどうなってんだよこれ。ああ、これお前こうぶつけなかったんだな、こういうとこへ。これなんか怒ってんだけど、そこよ、拾ってくれよ。なんだよほら、今作ってるからご飯。もうすぐ食えんだね、吉江さん。ちょっとよ、すぐ食えるんだね。食えるけどさ、すぐ食ってね、これ伸びたら美味しくないから。ちょっと待ってよ、あんた、この入れ方ダメだよ。いや、すぐ食えるの、そんなんで。あ、ちょっとよ、この入れ方ダメだよ。いや、それですぐ食えるの。これダメだっつうんだよ、こう入れ方しちゃ。もっとこうにぐちゃぐちゃってこうしちゃ。いや、それすぐ食えるの。あ、すぐ食えるの。食えるよ、うるせえな、まったく。じゃあ作っちゃいますよ。これ、うちゃるんじゃねえよ。こういう袋をこの中入れてうちゃるんだよ。パサーってうちゃったら、ゴミ袋がいっぱいになっちゃうべ。頭使うんだよ。頭使わなくちゃダメだよ、人間は。おパンチ、おばばば、もういいからよ。おパンチ、うっさき。もういいからよ。履くの履かないの、履くの履かないの、もういいよ。履くの履かないの、履いてるんですけど。いいよ、もう。もう疲れるな。おい、それ終わったらしまいよ、どうも。いや、まだちょっと味の調整あるから。味なんかいいよ、どうでも。味なんかどうでもいいからよ、私はもう。頭おかしいからよ。もう昨日5時に出たんだよ、片付けて。フライパンも洗って、あとはおしんこ買ったんがあったから、あれ切っとかないとダメだから。これ火が強いよ、周りにみんな出てるよ。あ、よいしょ。しんごいいだよ、そんなに量は。なんで2玉やるの、2玉。俺も食うから。あ、パシャってしないでね、パシャって跳ねるから。梅雨だ、ほら跳ねるから。はいはいはい、よし、はい、跳ねるから静かに入れてよ。だいぶ静かに入れますよ。嘘で、跳ねるよ、それじゃあ。はい、跳ねてるじゃね、周りに。もういいんだよ。いやいやいや、だってしょうがないでしょ。だって自分の手で入れれば跳ねるよ。なんでそうに周りに跳ねかすの。はい、はいはいはい、おパンチュ、おばばば、おパンチュ、おパンチュ、おパンチュ、うさぎ。違いだよ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。違いだよ。もうこれ、こう、これ見てるだけで頭が痛いよ。
はっきり言って。本出しをちょっと入れます。頭痛いよこれ見てるだけで。私はもう十分だよ、疲れるよ、薬も飲んでないし。だからこれ食べて、もう人のことばっかりやってやってよ。これ食べて薬飲めばいいじゃん。そうじゃねえよ、ズボン朝飲む薬だで。はあ、こういうの終わったら向こう置いてよ。おめえその蓋のやり方おかしいで、横になってるで。ちゃんときちんと蓋した方がいいよ。今斜めになってたよ。おい、細かいから、神経がすごいから、もうダメだからね。あの男もダメね、そうでしょ。だってそうだよ、そんなおっぷるんじゃねえよ、周りに血が跳ねるから。ほぐさないと。めほぐさってせやねえんだよ、こんなの。今すぐ静かにやるよ、周りぐくんが酔いちゃったよね、昨日みんな浮いたんだから。ここあったく5時だよ、あんた機長は結構長くやってたな昨日は。知らない、吉田さんがそんな人の配信見てるからそんな遅くなるんでしょ。そうじゃねえよ、寝るの見てやんしねえよ、やりながら片付けながら声聞いてたんだよ。だからさ、いつも人の配信はね、夜遅くまで、朝方ぐらいまで見てるから寝る時間なくなるんですよ。結構あれだな、3時頃までやってたの昨日。あ、そうなんや。ナイスを。俺もとっくに寝てたわ、俺3時頃。それからあれってか、なんでこれあれか、麺が冷たいからか、沸騰が。沸騰してから入れんだろ、そういうの。沸騰してから入れたんだけど、あなたが弱火にしたからね。そうじゃねえよ、弱火じゃねえよ、周り出てるよ炎が。いいんだよ、いいんだよ、沸騰してから入れるんだよ、そういうものは。知ってる、そんなの。沸騰してから入れた、もうダメだあんたは。だから知ってる、だこれうどんが冷たいからで、量あるから結構冷めちゃったんだよ、それで。沸騰してから、なんで本出し2つあるわけ。だ、もうすぐでなくなるから買ってきたの。そう、なくなった時に。そういうことはいいんだよ、使い切ってから買えばね。え、あなたダメだよ、金使わないから。なんでもすごいよね、ここになんとかの出汁っつんが減ってるけど、カップで。なんだか知らねえけど。ダメだよ、みんな買ってしまっといたんじゃ。やりすぎたら美味しくないんだけど、これ。もうちょい温めないとな。あ、でも、グッズついてる。もういいんだよ、どうでも。私もほんと辛いんだよ。今日ピンポンが鳴ったんべ。辛かったで。新聞の集金。もう、あれだからね。辛かったよ。ほんで信号読んで2000円でお釣りもらって、お釣りここに置いてさ、財布まで姉妹軍がおごとなんだよ。もう小馬系かお釣りもいらねえって感じだよ。もう動くがおごとなんだよ。もう動くの嫌なんだよ、くたびれちゃって。だからもうでもいけねえやな、あっつ信号落っことしたらどうすんの。今少し静かにやれよ。なんだあんた、下手くそだな、何やってもな。私量少なくていいかんね、こんな食わないから。そこまで食うほど元気がじゃないから、人生。でも均等ぐらいにやんないとこれ入んないから。あっつ、それ洗うからこっち置いといて。そりゃ、洗うからちゃんとこっち置いといてね。で、夜間元へ戻しといてね。私薬飲むんだから。その鍋かけられたら、薬飲めねえから。そう、いいんだよ、そう置いときゃ、水入れて。おパンチ、おパパパ、おパンチ、おパンチ、うさぎ。跳ねてない、周りに。慎吾、夜間を元へ戻しといて。わかった。うん。薬飲むんだから。吐くの？吐かないの？吐くの？吐かないの？吐くの？吐かないの？吐いてるんですけど。ちょっとまっすぐかけといてね。夜間の真ん中が、あの、ガス台の真ん中になるよ。ちょっと曲がっててもイライラしてくるから。うん。私は味の濃さだ、こんくらいか、性格が。うん、
もう出汁がちゃんとしたらこれしまってね、邪魔だから。あちこちいろんなもん出しとくの嫌いだから俺、本当に嫌なんだよ。汚い散らかったとこで何か食べるの本当嫌なんだよ。うちの中はゴミがいっぱい、髪の毛とね、恐ろしいね、このうち。私がみんなやってたのに、じじいはじじいで、おいそれ、おい慎吾、あれ浮ちゃんだよ、この下に、これ浮ちゃんだよ。おパンチュおばばば、おパンチュおパンチュおパンチュうさぎ、履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。あっちあっち、ここの枠今触ったら立てねえよ、立てねえよ。あっちってだって、よじめ立てないんだよ、つかないんだよ。どこに触ったの、これ、これか、この、これか。これじゃねえよ。コンロの枠に座って、捕まって立つんだよ、いつも。コンロの枠なんか、そんな方まで手いってなくないですか？いってよ。だってコンロの枠捕まなきゃ立てねえべ。はい、ゆず。昨日もね、ここが詰まっちゃったんだよ。これでここを掃除してたんだよ。だから遅くなったの、5時なんだよ。それで自分で買ったナッパもあるし、切っとかないと、切る暇がないと思って。5時だよ。見たら。5時半か。5時だよな。5時半じゃなかったよな。ネギたっぷりめのが美味しいんだよ。すごいよ、この、ここのね、ここすごい汚いよ。髪の毛がいっぱいだよ。慎吾だよ、きっと。慎吾だよ。あら、早く食べても、伸びちゃうから。うるせえな。ああ、音だ。もうダメだ。ゆず入れたの？入れました。おパンチュおばばば、おパンチュおパンチュ。履くの？履いてるの？履くの？履いてないんで、履いてるんですけど。何言ってんだか意味が分かんねえよ、バカみたいなことを言って。予定やろ、こんなもんだ。くずってだからどうしようもねえや。あ、いいや、もうこれかこれか、洗いできました。洗ってる暇ねえよな。人のネタってどういうこと？おパンチウサギは別に人のネタってわけでもないでしょ。なおパンチウサギの歌だから別に誰かのもんじゃない。誰かのもんって、そもそもそのおパンチウサギのね、歌を作った人の著作権があるけど、そんなこと言い出したらみんななんか人の歌を歌ったらそれ全部人のネタかよっていう話になるじゃん。どうでもいいわ。何も、もうそんなことよりよ、こう周りをきれいに俺がやるからいいよ。いやいやいや、そう入れぐちゃね。そうやってたら伸びるから、早く食え。だから早く食えたって無理なんだよ。だからすぐ食えるって言ったね、あなたね。そうじゃなくってよ、まったくは、まったく、何が、 あんた片付けすることだ。どうもどこがいい、それいいんだよ、これをどかせっつんだよ。じゃあどこが散らかってる。そうだね、この箸だよ、これかんましたやつじゃないの。だから何、自分でちゃんとしとけばいいんだべ。あ、どいてくんな。もういいよ、これで食べるから。どいてくんな、私少ない方でいいから。どっちが少ないんだか量的にあんま変わんないけど。またここに落っこってるしよ、なんでここに落とすの、いろんなもの。早くしないと。もう嫌だよ、こう汚いの、私床が。あっつ、すごいから。何をやっても早くしないと伸びる。あんた何をやってもダメな人間だね。フォークね、フォーク、はいはいはい、すごいね。いいよいいよ、別にあんた何やってもダメなんだね。いただきます。食えば。ここへ捕まったんだよ、あっち。ここへ、ここへ捕まったよ。ほら、水がこんなに跳ねてる。もうやだよ。何、水が跳ねてる。水が跳ねてる、どういうことよ。ここ見てよ、この水。あんたがこれパシャって入れるからだよ。入れ方だよ。頭使えよ、少しは。何でも作ってもらって文句言っちゃ悪いけどね、汚さないでくれる、悪いけど、うん、ね、
うどん取った玉は地帯を落っことしとくね。わ、こういうの嫌いなんだよ。何でも汚れたところで飯食うのは嫌だよ。もう本当だよ。あ、ナイスポテトマン。キモいでるこのクソガキ。これはまさかと打ち上げるし、だここびしょびしょだよ。見ればいいだめ、びしょびしょだから。あんたが、ちなみさんからは年忘れ花火10発来た。やばい、ちなみさんファンタスティック来たー。おまいがおまいがおまいが、ラブスティック、ありがとうございます。やばい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、やばい、千田さん、いつもありがとうございます。ありがとうございますね。やばー、花火10発ありがとうございます。ありがとうございます、ね、やばい、ありがとうございます。ファンタチックちゃめさん、シンゴさん、そこびしょびしょ見えない。うどん入れるときは跳ねるって、早く食って、その後でから。跳ねるって言ったよね、私ね。ほら、伸びて美味しくなくなるから、食べるから。これ拾ってよ、ここにあるの。もう食ってんのか。違う、腰が痛いんだよ。こういうとこ濡れてんじゃね、ここに。嫌なんだよ。何濡れてるって。どこびしょびしょだよ、あんたが。びしょびしょじゃないよ。じゃあ見えないこれ。早く見てよ。これ見て。ここびしょびしょだね。ちょっとだから麺が ポーンってなっただけなんじゃないの。悪いけどさ、ここも拭いてくんない？ここ、ここは跳ねてるから。ねえ、もう。ノービールよ。ちょっといい、私が拭く。いい。もう、危ぜえ、マジで。いい、もう。こんな、こんな、嫌だよ、こんな濡れたとこで食うの。卵割っちゃいまして。私は、本当にだらしね、うん。こんな子いないで、あんた。ほら、麺を入れるに、ほら、びしょびしょ。皆さん見てください、これ。もうダメだね、こういう子だから。入れるとき普通気を。お前に水作っても、まずくなってから今日からやれよ。ねえ。もういいから、ちょっと。どんどん腕伸びてんじゃん。伸びてもいいよ、私。こう濡れてるの嫌だから。ここに。ここ、入れるとき気をつけるよ。なんだこの嵐は。このね、普通はね、ここまで散らかさない。うどん作るぐらいで。こんなびしょびしょにしない。だって玉をバタンって入れてて、私言ったんだよ、ほら跳ねるよって。だから食わないんだよ、わかる。私もうこうにね、散らかったりね、もうそういうとこでご飯食うの嫌いなんだよ、本当に。もうこれもほらびしょびしょ、もうダメだこれは。はい、ブロック。ほら見て、コメント話してた、ブロック。このびしょびしょ見て。ブロックしちゃう。もういいか、もうダメだよ、もう食わねえよ、ほらもう。もう早く。やだよ、ここまで水こぼしたよ。ねえ、フライパンまで水こぼしたんべ。もうダメだよ、あんたは。神経使ってないよ、何事も。ダメ。普通は神経使えばね、うどんをね、入れるときは跳ねてたんだよ、見たんだよ。ねえ、伸びてもいいよ。もういいよ、いいよ、伸びてもいいよ、もう。なんでもいいよ、もう。私は嫌なんだよ、こういうびしょびしょにされて。このままでやるっていうのは嫌なんだよ、人間。もうダメなんだよ、私は。こういう性格だから、無理。フライパンまで跳ねてる。フライパン洗ったんだから、昨日。ね、伸びて美味しい。伸びてもいいよ、もう。嫌なんだよ。もう、何もかも嫌になってきた。本当にもう、こういう子だから。もういい、私は。もういい。ここまで予定あるだもの。話にならないよ。うどんなんか自分で作った方がいいよ。こんなことをされて。お、こんな仕事をしなくたっていくらもできるから、うどんぐらい。私がやればよかったよ。もううどん入れるときは跳ねてるんが目に見えてたから。あんな入れ方するやついないよ。普通は。私は伸びてもいいよ。イライラしてくるよ、本当に。ね、なんでうどん入れるぐらいなね、跳ねかさないで入れられないんかね、何もかも。すごいね。だから怒るんだよ。普通なら怒らないよ。めっちゃうまいわ。柚子の香りが、ね、自分で食えば、なんでね、片付けはできねえんだから。めっちゃうまいわ。片付けは何もできねえんだから、自分で食えば。柚子の香りが、いらねえよ、ほら。いらないよ、もう。頭きてるから。ほんと頭くるよ、すごい。これ私、重労働だよ。本当に。こんなのないよ、うどん作るぐらいで。
ここまで跳ねかすクズはいないよ。もういいよ、疲れた、いろいろ。こら、車外れちゃってどうにするんかわかんねえ、もうみんなわかんねえ、何もかもわかんなくなった私も、もう終わりだよこの子は。何やってんの、あんたが跳ね返したんだよ、みんな。跳ね返フライパンまで跳ねてるべ。ちゃんと拭いたんだよフライパン昨日。私50までかかったんだよ。もういいよ、もうあんたのやることはもう気に入らねえから。うどん入れるとき跳ねてるって言ったんだよ。なんでわかんない、そのぐらいのことが。ね、伸びてるよ。もういいんだよ、伸びても。伸びたっていいんだよ、私は。そんなの関係ねえんだよ。もう、何もかも嫌だよ、これじゃあ。私もう嫌だよ。うどん作るぐらいでこんだけ散らかされてよ。紐が緩いよ。冗談じゃないよ。ね、何やってんだっけ。いや、ここびしょびしょなんだよ。ここびしょびしょだよ。こういうとこが。うどん入れるときは跳ねてたんだよ。だから分かってたんだよ、もう。もういいんだよ。もう嫌なんだよ。私はここに。みんなこれ外して拭いてるんだから、いつも。昨日もそうだから。5時までやったから。あなたに使われちゃ困るんだよ、だから。私の用がめった増えるから。もう使わないでよ。悪いけど。ね悪いけど、私もう使わせない。だってうどん作るぐらいでこんだけ用増やされたよ。ねえ、もう伸びるよ。いいよ。もう伸びたって関係ねえよ、女の。冗談じゃないよ。あの入れ方なんだい、跳ねるの見えてるわ。おばんちゅおばばば、おばんちゅうさぎ。関係ねえよ、クズ。履くの履かないの履くの履かないの、こんなクズいねえよ。履いてるんですけど。予定野郎だからな。これクズだから、人間のクズ。もうクズはもうほっときゃいいんだよ。クズはクズだから、自分でこういう細かいことをやらないから何でもできるんだよ。私5時までかかったから昨日、あなたにやられてね。これ拭いといた方がいいんじゃないの、これ。あんたが跳ね返したんだよ、うどん入れるんだよ。ほら拭いた方がいいんじゃない、これ。濡れてるよ、それ。これあんたが跳ね返したんだよ、私きれいに拭いといたんだから。あんたがみんなやるんだよ、何でも。うどん入れるぐらいでここまで跳ねかすバカいないで。こうなればこうなるって普通わかるけどね、普通の頭だったら。どんな入れ方したら跳ねる。早く食べろ、もう。関係ねえよ。完全伸びてるから。伸びたって関係ねえよ。お前作ってもさ、ね。まずくしから食うから嫌だよ、お前作って。もうムカつくわ、ほんとに。これ向こう行って悪いけど。あんたクズだからだよ、何やっても。こんなんじゃさ、私が反対に用増やされてるようなもんだよ、ほんとに。なんでこんなうどんなんか作る上でここまで散らかすんかね。入れるときわかるよね、跳ねてるよって。あのパス早く食べろよ、伸びて、麺が伸びるじゃん。うるせえんだよ、お前らが出たよ。どっか麺が伸びてるじゃん、美味しくないじゃん。麺が伸びたら美味しくないじゃん。黙ってくれる、うるせえから。こっちのセリフ、こっちのセリフだし。おパンチュおばばば、おパンチュおパンチュうさぎ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど、そっちのがうるさいんですけど。違いだよ、キチガイ。もうどうでもいい、食べて早く、早くどうでもいい、早く食べて。私食えねえから、これ。なんでここで食えないじゃん、べ、立たなくちゃ。じゃ、立って食べ、立ち食いうどん。立ち食いうどん、はいはいはい。もう大事だから、立って食いたくねえんだよ、もう。大事なんだよ。もう何するも大事。もう本当に。デイサービスももう行きたくねえよ。汚くなってこのまま死にたいよ、私。早く食べて。もう汚くて死んでた方がいい。もう死んだ方がいい。もう伸びちゃう、麺が。関係ねえよ、伸びちゃって。麺が伸びてるよ。伸びたって関係ねえよ。うるせえんだよ、バカ野郎。お前のがうるせえし。お前のがうるさいし。ガキがめった汚すんだよ。はい、食べて。たく、イライラしてくる。はい、食べて。もう嫌なことで。はい。
はいどう、はいどう、この柚子入れましたね今回。こぼれたんだよ、こう柚子の香りがまた。こんな食い方嫌だよ。はいどう、あれ貸して福もん。はいどう、食べる。はいどう、どう、こう柚子の香り。向こう行ってくんない、だ結構もう伸びちゃったと思うんですけど、あなたがずったらずったらしてるから。まあこんな食えねえからさ。どうよせいさん、柚子の香りどう。柚子は香りはいいけどな。ってことは、うん、で青ネギとこう白ネギをね半分ずつこう、うん、ハーフでトッピングする感じ、トッピングっていうか入れる感じどう。明日これあと卵ちょっと持っていこうかな。何母さん、うん、どうこれ半分やるか、どうおじさん食うか。何がうどん、うどん、うん、何のうどん、手打ちうどんだよ、ね、手打ちではないと思うけど。どう、まあいいよ、食うね。じゃあ何食う、俺飯食ってるもん。食ってねん、うん、うまいよな。え、何うまい、うん、え、なんて言った今。うまいもん来ました、おいしい。あれどこだ、た、な、あれおじい生卵綺麗だと思うんだけど。はい、ドーナツは。ちょっと待ってよ。はい、どうした。ああ、梅雨もさねえんだな。だからこう柚子の香りがまた美味しいと思うんですよ。柚子入れたんで今回。ああ。ちょっとその前に始まっていってくわ。伸びちゃうで、うどんが。ん、じゃあ行ってこいな、行ってくれ、いいでな、別にな、うまいやこれな。はい、はい、どうなさ、だ、柚子入れましたからね、香りがこれがまたうまいけど。うどん入れときよ、はい、こぼさなきゃもっとよかったけど。これね、あのね、こんな時間置かなきゃね、もうちょっと伸びてると思うんで、もっと早くやもっと欲しかったと思う。全然伸びてねえよ、ちょうどいいよ硬さが。いや絶対伸びてると思うんですけど。皆さん夜エスラいくつなんだよ今。876です。876で298ナイスからスタート。エスラの方よろしくお願いします。今日はね、うん、こぼさなきゃ文句言わなかったんだけどね。そんなことないと思う。こぼしたからね、頭きた。何かしらあなた、ありがとうございます。あなた文句つけると思います。ありがとうね、ありがとうね。はい、いいですか、皆さんよろしくね。ナイスナイスが増えるのミスタードーナツ、ナイスが増えるのミスタードーナツ。スタートぐらい298ナイスからスタート。さあ行きますよ皆さん、消費税廃止廃止、年末年始年末年始、今年ももうすぐおしまいです。さあ皆さん、今年のナイスもう来てって。さあ石系のケーキをナイスであげてけ、ナイスが増えるのあげてけ。さあお願いします。ナイスが増えるのさあ皆さん、無料ナイスをしてってください。お願いします。ナイスが増えるぞ、お願いします。ナイスが増えるぞ。さあ皆さん、無料ナイスを押してください。お願いします。ナイスが増えるさあお願いします。ナイスを上げていきましょうよ皆さん。ナイスが増えるぞ。ああ361、361ナイス。ナイスが増えるのミスタードーナツ、ナイスが増えるのミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるのミスタードーナツ、はい、ナイスが増えるのミスタードーナツ。増えてる、増えてます、70ぐらい増えてます。ほんと、はい、だからうどん伸びるからもうそう食べちゃった方がいいんじゃないですか。ということで、無料ナイス協力してくれた方ありがとうございます。引き続きナイス押してない方押してってください。はい、じゃあ食べて食べて。ジジイが来るんやな。いやいやいや、もう無理でしょ。
食うなんだよ。いやいやいや無理だから。ああ、こいつら。こんなん絶対伸びるから。そうだ、牡蠣があるんだ、ジジイは。そうだ。牡蠣の弁当、あれ食わねえと。バカじゃないの。こんなん20分、30分放置したらもうマジで美味しくないよ。頭悪いよね、ほんと申し訳ないけど。浅くまかいされスライスしたわ、ドーナツです。うん。あ、ドーナツありがとう、佐久間さん。卵割っちゃったらいいんかい。割った方がいいんかい。まあ、好きなように。そのまま君丸ごと行きます?普通は割らないですか?何がおかしいの?どうですか、安井さん。あ、ドットラさん、豚サレス。うまいよな。安いんだめ、これ、うどんは。めっちゃ安いっすよ。安いな。だってこれです。一玉30何円とか出たの。で、あとこんな、こんなんなんか高が知れてるじゃん、金額なんて。つゆとかだしとか、ネギとか、柚子とか。こんなん多分1杯あたり全部入れても多分100円ちょいぐらいじゃないですか。あ、ほんな。下手したら100円かかんないじゃない。ああ、安いね、これ。100円かかってるか。ネギとか切ったやつだからちょっと高めだからね。ああ、切ったやつはな。切ってないやつの方が安いんですよ。自分で切った方がちょっと。ちょっと薬飲まなくちゃだからよ。モンブラン食うかい、昨日の。モンブラン食わない。いや、いいです。ああ。柚子が美味しいでしょ、これ。ほら、もうないけど柚子のこの香りが。ああ結構美味しい、結構美味しいんじゃないですか、柚子。結構美味しいんじゃないですか、柚子さん。結構美味しいんじゃないですか、柚子さん。なんでおめえさ、はい、ウーロン茶向こうに残ってんにまた新しいの開けんの。まあまあ、そんな話はいいっす。あるんだけどよ。はいはいはい。なんでそうに無駄なことばっかり。結構美味しいじゃないですか、そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもよくねえよ。金がねえやろ、おめえ。まあ年寄りって大体あれですからね、柚子の香りのうどんとか大体好きですから、年寄りは。あの顔、バカみたいな。大事でな、明日行けるかな。行かなくちゃしょうがないしな。いや、伸びちゃうよ。もう腹いっぺないな。こんな一玉食えねえべ、普通。でも 1.5 玉ぐらいです、これ。3個入れたんで、2つ。そうなんべ、うん。ウエストがきつくなってきたよ、もう。すげえや、もう。食えなくなってきたな、もうな。ピッコロ大魔王みたいになんかタンバリンとか産んじゃうから、シンバルとかタンバリン産んじゃうよ、吉田さん。もう何やくれるな、これ 1.5 はな、いくらなんでもよ。ウーロン茶飲むわ、それもったいねえから。あんたの飲むから貸してよ、向こうの古い方ね。古いのもったいないでしょね。
あとあれ貸してよ、うん、あのコーヒー、あのケーキ食うから出してよ。これ食わないと伸びちゃうよ。野菜室だって食えねえよ。 1.5 は無理でしょ。私スーパーカップも 1.5 だよ。だいいんだよ、そんなに食えないから。もう甘いのが食いてえんだよ。ケーキ取ってよ、野菜室にあるから。いや、俺食べちゃうか、これ。あやはら食いてんじゃない。いやいやいや、なんかこんなの伸びるでしょ。バカじゃないの。だって食うって言ってる。いやいや、こんなの伸びるから。だって今スーパー行ってるんでしょ。うん、頭悪いでしょ。だ、食うって言ったじゃん。いや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 、もうただでさえこれ結構経ってんだよ。15分とか20分とか。いやいや、そんなの頭悪すぎだってマジで。じゃあ食えば、しんご食えるんだろ。いや、要は食えば。そんな食えねえっつんだよ。こう言ってこうなんて食えるわけねえじゃねえ、私が。はあ、はあ、この人たちの感覚にはついていけない、頭悪すぎて。ああ、またね、頭が不安となってんだよ今。だから怖いんだよ。もう無理だよ、ここで全部食って。ちょっと悪いけどさ、甘いもん食いたくなったら出してくれよ。あの野菜室のね、向こう側に立てる、向こう側野菜室は。あと片付けもしなくてはさ、もう無理だからよ。あー、大人ドゥ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 。はい、あとは半分やろうか。いや、じゃないです。こんなものいつまでもね、入れといたってしょうがねえんだからよ。そうなんだよ。あー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 、もうダメだ、もうダメだ、いい。あーあああああ、俺がやったら超切れるやつ。さっきうどんのお湯をね、茹でてる時のお湯をちょっとだけこぼしただけで、あんだけ怒鳴ってた人が。だってこんなの、モンブランもろにですよ。モンブランもろに落としましたよ。あー、もうダメだ、いいや、食わねえから。汚ねえから。あんだけちょっと俺がうどんを茹でた時のお湯をちょっとだけこぼしただけで、あんだけ怒鳴ってた人がモンブランを床にもろやりましたね、あなたね。おい、もういいからさ。ね、もういいよ。あんだけ怒鳴ってたよね、俺にね。もういいよ。あれ、自分のミスはもういいから。和田アキ子なの？笑っているしてなの？ねえ、他人に厳しく自分は和田アキ子なの？ねえ。これも開けられないんだよ、もう。ねえ、人にはミスがあるんじゃないの？人のミスは、ね？隅の隅まで言うくせに。ね？もういいよ、疲れた。自分のミスは多めに見てって、笑っているしてって。ねえ。あれ？あれれ、おかしいな。もういいよ、もう音だから、もう、うーわ音だから何もできないんだよ、もう。うーわ、無理なんだよ、音だから。誰も何もやんないから、このうちは。うーわー、俺がちょっとこぼしたらあんだけ怒鳴るくせに、自分がこぼしたらどうすんの。自分責めないの？あんだけ人にアホみたいに言うくせに。ねえ。
だから大事だからできねえって言ってねえ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 ああもう嫌だ何もかももう大事本当に大事どうしたらうーわー私はもう出たダメだから大事だから、ね、精神がおかしいうーわーやっちゃったのしえさん自分で片付けるからいいよ何でもうーわもういいんだよ誰も勝てもういいよ私がやるからいい私がやるからいいよお前がやったら気に食わないからこんなもう集中力が足んないんだよ集中力が足んないんだよちょっとこれ落ちるよそれより集中力が足んないんだよこれ濡らしてよちょっともうイライラするよもう起きようとしねえないやこれこっちのセリフだしそれこっちのセリフだしそれこっちのセリフなんですけどいい疲れたからもう本当に私もうダメだからもう腰がおかしいんだよもう何もかも、はあ、うーわ今日きついんだよすごいこれだってほらビーこんなとこうーわおパンチおパパパおパンチおパンチうっさき人がなんで大事なにそういうことを言うわけ吐くの吐かないの吐くのいい吐かないの吐くの吐かないの吐いてるんですけど人が大事の時よくそういうことを言えるよねうわあんたが精神がこうなったら出た論点ずらすいいら俺がちょっとでもミスしたらアホみたいに言うくせに自分がミスしたらえ何自分がミスしたらなんだ許されんのかお前もういいよ、ね、口も聞きたくねもういい分かった大事だもう自分でやるからうわ自分でこぼしたら自分で責任持つからうわ私は人にやってもらわないから何でもあんたが便所にしょんべい引っ掛けても吹かないよ、うん、みんなそんなもんべえないうちは何もやんねえからな傷だらけだよもうあっちもこっちもほらここ見てこれ信号が来るとないわないわ信号が来るとすごいんだよあのね畳のボックスがいっぱいたかってのあのズボンにもうどうにもなんねんこのうちはこのゴミ見てくんないねねゴミだらけだよみんなもうこういううちはねもう終わりだよ誰もやる人いねえんだから自分が具合が悪いのにさ誰もかけてくれないよ、うん、掃除機もこんなうちはねえよもう本当につくづくそう思うんですよ私はこのうちはもう終わりだから本当にいつもそう思ってる涙が出る本当にすごいうちだよできんこんなうちはねおい、私はこんなうちないよすごいよこんなに食えるわけねえよなうどんがそんな量食えないと私もう体が傾いちゃってるからねもう終わりなんだよ人生そのうちね、寝たきりになっちゃうんだよ。そうでしょ、だって。寝たきりになるよ。当たり前だよ。だって体が傾いてるんだもん。もうどうにもなんねん。ね、これ拭いたやつ汚い方に入れてさ、汚いのと分けてる。すごいねもう疲れたね生きてるのねどうしたらいいか分かんなくなっちゃったもうすごいよあそこのなんだっけ下水もすごいよ誰もやんないからね誰もやんないよこのうちは誰もやんないあ汚いよねこれ食ったら増えるかさ分かんないけど
こっちはくっつかなかったような気がする。食うかい、もったいないよね。これ捨てたら、これ売っちゃったらもったいないから食うか。なんか汚いからさ、これ少しここ取ればいいんじゃない。こういうあれだから、あれがくっついてたんだから、銀紙がくっついてたんだから全部は落っこちないわけだよ。私頭いいからわかるんだよ。銀紙があったから これはね、うん、全部は捨てるせやないよ。上を取ればこんなのわかるよ。バカじゃねえ。バカはわかんねえけどな、利口な人間はわかるから。あ、これなら食えるよ。もう銀紙が折ったってたからね、銀紙が折ったってれば食えるよ。ああこれ食えると思うんだね。銀紙が折ったってた、うん、全部ね落っこったわけじゃね、あのね逆さにはなったけど、うん、逆さにはなったけど、この銀紙がね上にねくっついてた。汚いのは取ったから食べる、もったいないよ。こんなの売っちゃったら罰当たるよ。私子供と違うからね、私はねこんなの売っちゃったら罰当たるね。本当だよ。こんなの売っちゃったら罰が当たるよ。本当だよ。もうどうでもいい。また引っ抜いたままね、行動ね。こういう子だから何か言っても同じ繰り返しね。コードを引っ抜いたら入れてもらいたいよね。いつもそうだから、やればやりっぱなしだから嫌なんだよ。バッテリーが少なくなるし、こういう子はいないからね、はっきり言ってね。私薬が飲めないよまだ。どうしたらいいんだろう、自分でも分かんなくなっちゃった。なんでこうバッテリーを引っ抜くんかね、あの子はね。なんでバッテリー引っ抜くわけ、ひどいよね。シンコ悪いけどさ、これなんとかしてくんない、また自分で飲んだかあのコーヒーぐらいさ、自分でちゃんと片付けてくんない。蓋もしてないしさ、いつもそうなんだよ。来てもう向こうに逃げたかんね、こういう子だからね。洗い物増やしてさ、鍋もそのままね、洗い物増やして逃げるだけ、こういうことなんだよ。もう分かってんだよ。昨日だって5時だからね、寝たの。もうこの子はダメだよ。自分のことを責任持てないから、ほらね、飲んだもん見て蓋していかないね。たぐらいしてくよね、普通の人間ね。そうでしょ、もう逃げましたよ。うん、そう、ほらね、蓋もしていかないね。こういう子はいなくていいよ、ほんと。ほらこっちはあるのにね、また新しいの開けてるね。こういう子だよね、わかるでしょ、うん、もう関係ねえよ、あんなクズ関係ないよ。私こんなんじゃさ、私参っちゃうから、もういいから。なんでこれコードを入れてかないの、引っ抜いて。もう頭にくるから、私食べるからもったいないから、取ったから、全部自分で処理したから、全部処理したから、私もうみんな処理するからいいよ、何でもやるからいい。私はもうこう散らかったところでね配信するは嫌だよ。もう逃げるよね、いつも逃げるよね。これしまっといてくんない？悪いけど。もう逃げたよ。ね。いつもこうだから。ずうずうしい子供だよ。ほんとに。すげえなと思う。人間じゃないよ。ほんと人間じゃないよ。あの子は。あの子は人間じゃない。これだけど食う？牡蠣の弁当悪くなるよ。あ、それ知ってる。
これ食うかい？俺食えないから、大事だよ。何が？うどんだよ。うどん？ああ。あ、いいよ、食うよ。ほら、食えないからもう。ほら。持ってけいな。なんでビール持ってってこれ持ってかねえやん。あ、食べるんだ、これ。あ、牡蠣か。ああ、大事だ。もうダメだから、私。あの子はいつもこうやって逃げるんだよ。まだ薬も飲んでねえんだよ、俺。みんな私がやってんだよ。本当に。昨日寝たん5時だよ、私。持ってってよ、これ。これも食った方がいいんだよ。そうだよ。みんなこれ、みんな食った方がいいよ、ほら。食えないよ、こんなにうんと作られたって、私。いや、これも食っちゃうだよ。何でも食ってくんない。ああ、頭が痛い。大丈夫やん、あんたは人間として何もできない人間だよな。あなたは何も一つもできない。ここ詰まったの昨日俺掃除したから。すごいから髪の毛が、ここ信号が洗うから。フライパンなんか髪の毛すごいすごいよ、髪の毛だらけ。どうせもったいないから食べますから、これね。落っことしちゃったんだよ今。何が？ケーキを落としたの、床に。だから汚いとこは取って食うから、しょうがないもん。もったいないよ。ああ大変だ、生きてるの。明日さ、で行けるかな、これで。私はもうね、本当にね、大ごとの時ある。頭がふわーってなるんですよ、神経的にね。あ、しょうがないね、しょうがないからさ、こんな綺麗になったから。こんな綺麗になったよ、ね。例の支度もあるしね、大変なんだよ私ね。あの人たちみたいなのんきじゃねえんだよ私ね。いろいろあるんで、もうくたびれたよ。生きてるの疲れるね、人間ってね。つくづくそう思うよ、私ほどやることがある人はね。これ食べるね、ありがとう。みんなのコメント読むかんね、ありがとうね、ありがとうございますね、ありがとう。カッパちゃん疲れるってね、ミキちゃん引きずらんね、めいちゃん、あ、ケーもケーキどうぞって。うん、ありがとう。ケーキね、汚いけど汚いとこ取ったから食えるよね。ね、ありがとう。ハイドレアさん、ヨシエさん、文句ばっかり。あ、だってあの子間違ってるよ。ね、私垂れるって言ったでしょ。あの入れ方、ビシャーって跳ね返した。跳ね返さなきゃ文句言わないよ、私。汚さなきゃ言わないよ。ね、ね、やることなすこと気に入らないでしょ、だって。ね、ウーロン茶前飲んだのあるのにさ、また新しいの飲んでね、ほいで開けっぱなしで行っちゃうんだから、もう逃げてんだから。逃げてんだよ、うん、逃げてるんでしょ、だってね、ね、これ作って逃げた。いやー、ケーキ落としたんやーって。そう、ぽーちゃん、私ね、手もね、もうね、聞かなくなってきた、うん、だからさ、ケーキだって落ちるよね、蓋開けるにさね。まあね、ああさあ、じゃあ、ああさあ、ケーキ食うわ、もったいねえからね。 YouTube 勇気だって。しこちゃん、コロナインフルエンザ陰性でした。
よかったね、陽性じゃなくてよかったね、食べるね、薬飲んでないからね、これは食えると思うよ私、落ちたとこじゃねえから大丈夫、逆さに落ちたけどね。そうだね、スマイリちゃんね、お薬飲もうね、ありがとう、ゆっくり食べて、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございますね、皆さんね、ゆっくり食べるからね、うまいよ、疲れた時は甘いもんがいいね、ね、魔法の言葉、大丈夫って、ありがとう、これうまいで、うまい、疲れ取れるね、ね、あやちゃん、あったちゃんと出てねって、そう、ゆりやんちゃん、私のモンブラン大好きだよってね。